はい、こんばんは。ようこそゆるふわ仮想通貨チャンネルへ、ひろみです。はい、なんとですね、バイビットの方で FMMA が上場しました。はい、そしてですね、ステーキングがなんと 999% ということで、最大 999% となっております。この FMMA のステーキングの情報とですね、私が実際にOKX から FameMMA を移動させてですね、それをバイビットの方でステーキングさせる方法をですね、簡単にお伝えしていこうかなと思います。あとですね、今バイビットの方で USDT がですね、クレジットカードの手数料無料で入金できるキャンペーンを行っておりますので、はい、ぜひこのタイミングにですね、ちょっと暴落しているから、今ちょっと相場が下落しているから、今仮想通貨買おうかなどうかなって悩んでる方ですね、ぜひクレジットカードの方で手数料無料でUSDT を購入できるチャンスとなっておりますので、そちらの方も情報をシェアさせていただきたいなと思います。はい、初めてご視聴してくださっている方々、はい、いつもご視聴してくださっている方々、本当にいつもありがとうございます。はい、このゆるふわ仮想通貨チャンネルでは、初めての方にですね、分かりやすいように仮想通貨の情報をシェアをさせていただいております。もしまだチャンネル登録されていない方がいらっしゃったらですね、チャンネル登録と、はい、いいねとコメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、それではレッツゴー。やばくないですか、 999% ですよ。で、今さっき本当にちょっと待ってくださいね、録画して本当ついさっきなんですよ。はい、ツイッターの方で25分前ですね。やばくないですか。フェイム上場記念ということで、フェイムを預けると年間利回り最大 999% ということで、ちょっとここ情報見ていきましょう。やばいですよ、 999% の、ステーキング、積み立てステーキングが用意されましたということですね。期限が5月の24日の19時から、2022年6月の8日8時59分までですね。はい、で最大が3000フレームとなっております。はい、でさっき見たんですけど、もうすでに結構来てるんですよね、結構な数量が。はい、もうすでにですね、まあ、4分の1とまでは言わないかな、結構な数量が入ってきておりますので、ぜひフェイム持っていてっていう方ですね、はい、ここのステーキングに入れられることをおすすめいたします。はい、でこの後ですね、私が OKX の方から実際にここのバイビットの方にフェイムを入れて、その入れたフェイムをですね、積み立てステーキングの方に入れる方法をこの動画でお伝えしていきますので、ぜひ動画最後までご視聴いただけると嬉しいです。はい、でですね、バイビットの方でまだUSDT をですね、クレジットカードでUSDT を購入すると、今だけ手数料ゼロキャンペーンというのを行っております。はい、どんなにどんな欲しいトークンも大体ペアが USDT なので、 USDT を用意しなければいけないシチュエーションがすごく多いと思います。日本の取引所では USDT が取引がされていないので、日本の取引所からまずリップルだったりビットコイン、イーサリアム、ポルカドットを買って、それをまあバイビット、バイナンス、 OKX だって送って、それをまた USDT に変えてっていう作業があるんですけれども、まあ、これのクレジットカードで USDT を購入することができればですね、本当に簡単に自分が欲しいトークンを購入することが可能になります。はい、でなんと JCB マスタービザ、はい、これに完全対応しているとなっております。で期間が、5月の19日から6月の19日の8時59分までとなっております。はい、ぜひですね、今回このフェイム MMA の上場ということもありますので、はい、ぜひフェイム買うのもいいですし、今ちょっと下落相場であるので、まあ、安定のビットコインを買うのもいいですし、はい、皆様多分それぞれ好みのトークンがあると思うので、ぜひこの機会にですね、仮想通貨どうしようかな、買いたいけど、まあ、なんか送金するのアドレス間違っちゃったら怖いな、どうしようかなって思われている方ですね、これでしたら送金もアドレス間違えの心配もないので、ぜひぜひここ
このタイミングにですね、ちょっと悩まれてる方ね、あ、数量ちょっとだけ買ってみようかなって思う方はぜひこちらのサービス使ってみてください。で、今 1USDT のレートが134円ほどでやり取りがされています。まあ、相場的には今多分128円ぐらいがマーケットの市場のマーケットの相場ではあるんですけれども、ちょっと高いかなと思いますが、まあ、それまで送ったりとか日本の取引所口座開設したりとか、そこでまた USDT じゃないトークンを買って送金したりとか、本当にいろんなことがあるので、ちょっと1USDT あたりの単価は高いと思うんですけれども、まあ、いろんなことを考えると、まあ、人それぞれですけど、私個人的にはいいんじゃないかなと思います。はい、で反映されるのもすごい、やっぱクレジット決済なのでとても早いです。はい、でちなみにですね、本キャンペーンでは日本円で USDT の購入を行うお客様のみが対象となります。対象の金額は1300円相当以上から120万円相当以下になりますということで、マックスでも120万円相当以下となっております。はい、ということでぜひぜひですね、このプレミアなキャンペーン中でございますので、はい、フェイムの上場も記念してですね、2000円分買ってみようかな、ちょっと1万円だけトライしてみようかなって思う方、ぜひこのサービスを利用してみてください。はい、で次ですね、フェイム MMA ということで、ちょっと OKX からですね、バイビットにフェイム MMA を送金して、そこからフェイム MMA をステーキングするというやり方をですね、実際に今からご紹介していきたいなと思います。はい、ということで、まずバイビットの方からですね、資産のところですね、はい、資産というところを押してください。そこから入金です。でここの検索にフェイムと入れます。そしたらフェイム MMA が出てきます。でここにウォレットのアドレスが表示されます。これをコピーします。はい、チェーンタイプ気をつけてください。 BSC ですね。はい、ここ BSC です。で OKX 行きます。でフェイム MMA ですね。はい、OKX にあるトレーディングアカウントからファウンディングアカウントにフェイム MMA を移動させます。トランスファーですね。はい、でトランスファーさせましたと。でファウンディングアカウントいきます。でファウンディングアカウントのフェイム MMA ですね、これをウィズドローです。でセレクトネットワーク、はい、BSC ですね。はい、これ1個しかないですね。 BSC のみとなっております。はい、でここのアドレスに先ほどコピーしたアドレスを入れていきましょう。ノート、はい、ネーム、ノートか、ノートは何でもいいです。私はバイビットにしちゃいます。でアマウント、3000フェイムがバイビットの方のステーキングのマックスとなっていましたので、で送金手数料が5となってますね。なので3005フェイムをですね、バイビットの方にこれからですね、ウィズドローで送りたいと思います。はい、最終確認です。フェイム BSC ネットワークですね。でウォレットのアドレス、ノートがバイビット、ノートは何でもいいです。自分が分かれば何でもいいです。で3000フェイムが、ステーキングのマックスとなっておりましたので、3000で送料の5フェイムですねを乗せて3005フェイムですね。はい、これでサブミットで E メールですね。 E メールの方に OKX から通知が届きます。はい、で通知が届きました。コピーしてですね、 OKX の方に貼り付けていきます。でモバイルにも、はい、来ましたね。モバイルの方に来た、コードもですね、コピーをして、はい、これでですね、リクエストサブミットっていうことで、遅れたのかなとなっていますね。これからかな。はい、約5分ほど経過しました。今ですね、バイビットの方に送金したフェイムが届いたとメールが入りました。はい、私の資産、フェイム、入ってますね。入ってます。フェイムが入っております。3005フェイムということで、私間違えましたね。手数料が5フェイムかかるんですけれども、私3005でやったんだけど3000で入ってきてないってことは
多分手数料を含めずに金額を記入してよかったみたいです。私間違えました。まあ3500フェイムでいいんですけど何なんだっていう感じですよね。はい、これをですね、はい、今入金したフェイムを早速ですね、積み立てステーキングの方にステーキングしていきたいと思います。ここの積み立てステーキングフェイム USDT、 はい、はい、今すぐ始める。で、はい、今すぐステーキングで最大、あ、振り替えをしてないですね。振り替え、はい、ここで振り替えをします。振り替えをしてください。はい、で振り替えが成功しましたね。で最大3000フレームですね。はい、これで今すぐステーキングをします。ポチ、はい、これでですね、無事に、フェイムをステーキングすることができました。なんと APY は 999% となっております。はい、よかった、めちゃくちゃ嬉しいです。多分これ今私今終了したんですけど、今現時点でもう多分4分の 1% くらいまでの、すごいですよね。だってまだステーキング発表して45分しか経ってないんですけれども、4分の1ぐらいかな、はい、埋まってきております。はい、で今の手順でフェイムをOKX の方からバイビットに移して、はい、フェイムをステーキングすることができますので、ぜひフェイムをですねお持ちの方、APY が 999% というとても高い水準となっていますので、ぜひステーキングすることをお勧めいたします。はい、ということでですね、今回はフェイム MMA がバイビットに現物取引で上場したということとですね、はい、積み立てステーキングで APY 999% が、登場したということで、とですね、あとそう、と、あと今 USDT クレジットカード手数料無料キャンペーン中ということでですね、はい、本当に初心者の方に仮想通貨を手に取っていただきやすいサービス状況にあるのでですね、はい、今下落相場でもありますので、ちょっとやってみたかったけどどうしようか悩んでたという方ですね、ぜひこの機会にですねトライしてみるのもいいのかなと思います。インスタグラムがハッキングされてですね、本当に大変なことになっております。はい、結構すぐに気づいてパスワードも変えましたし、その後のセキュリティ Google オーセンティケーターも入れたりですとかいろいろやったんですけれども、それでもまだ私が使用していない場所でのログインアクティビティがあったりですとかっていうこともあってですね、もう本当にちょっと怖い状況にあるので、インスタグラムをもう閉めてですね、もう一個なくしてですね、また新しくインスタグラムを作ることを決心いたしました。はい、本当にどうやってハッキングされたのか、私も本当に注意深い方なので、ハッキングってあんまり本当に初めてなんですけれども、はい、ハッキングされたので、ぜひぜひですね、暗号資産仮想通貨の方もですねハッキングあるかもしれません。はい、こういった感じのハードウォレット、コールドウォレットですね、もあるので、はい、ぜひ、まあ、ディセントウォレットだけじゃなくてですね、このコールドウォレット、ハードウォレットで暗号資産、仮想通貨を管理するというアイデアもですね、頭の中に置いといていただければなと思います。はい、今回もちょっとうまく説明できたかわからないんですけれども、急遽、はい、フェイムが上場したということと APY が 999% ということでですね、いち早く皆様に情報を提供したいなと思って動画を撮影させていただきました。はい、チャンネル登録がまだの方ですね、ぜひチャンネル登録をいただけるととても励みになります。よろしくお願いします。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。